よし。あ、ここ自販機になったんや。そうか、これじゃあるか。おお。山田は、じゃあもちろん休日は、まあここまで来れば、うん、朝の時間帯とかはでも多いですし、夕方もね多いですけど、面白いのは15時台とかこんな足りに 1,2,3,4,5,6,7,8本ね、8本7本できますからね。8本にプラス5本普通列車来るってことは8、5、13本、13本ってことは5本1本でも12本、すごいですね。で、じゃあ上りやから、そうや、神宮町とかね、そうや、行きましたもんね。よかったですもんね、あそこも。さあさあさあ。で、この子以外の服は4番になりますね。一応こういうのがありますからね。で、マシのスタンプラリーはどこにあるんだ。あ、そこにあるんだ。はいはい。じゃあ一回出てもらった方がいいかしら。よいしょ。よし。ここにあるんだ。あ、これ、ん？これだね。はいはいはい。よし、山田を、よいしょ、食べた、地味に取ってきました。おお、あの前で三次鉄道を忘れてたら見たかったな。さてと、あと今こっちのところ間に特急列車だったんでね、さっきのアジフライもね、いただきました。アジフライスタンドもいただいてきましたけどね。よいしょ。海外向けのね、インフォメーションとかもあるんですね。やってるね。やっちゃうね。当然、伊勢神宮にね、お城の皆様にもね、当然のごとくね、しまとめむらをご利用していくね。あ、昔からですからね。その、ご利用してしまとめむらのね、広告をね、全部、ごちゃになってるという状態ですからね。どうするまた歩くかね。別に歩いてもいいけど。もはや、いつも定番コースと同じ感じですからね。ただ、